お花紙で作る缶つばきです。赤2枚とクリーム1枚を重ね、半分に切ります。六山タイプの蛇腹折り型紙を用意し、半分から下のところにお花紙をセットします。型紙で挟んで蛇腹に折ったら、型紙から引き抜き半分に切ります。その一つを半分に折り、赤いお花紙が見える方を向こう側にして、角を丸く切ります。真ん中の折り目のところをホッチキスで留め、蛇腹を開いて折り山を潰します。クリーム色のお花紙だけを破らないように根元まで引っ張り出します。先をまとめて2センチくらいのところで切ります。切ったところに液体のりをたっぷりつけ、黄色い発泡スチロールビーズをつけて花粉にします。このまましっかり乾かしましょう。のりが乾いたら、花びらの根元を膨らませるように形を整えます。手のひらにのせて包むように全体を丸い形にします。画用紙で作った葉っぱをあしらったら、缶つばきの完成です。白いつばきも綺麗だと思います。色紙に貼ったり、たくさん作ってつばきのトンネルにしたり、飾り方を工夫してください。